はい、こんにちは、オリバーです。今回の記事はですね、大学で何を勉強すればいいのか、大学に行く意味とは、を個人的な意見で解説していきます。まあ、そもそも大学に行く意味とはどういうことか、なぜ大学が必要なのか、そして大学では何をするのかを解説していきます。まずはですね、現在の大学の意味、これは2つですね、credentialism と status になります。 このクレデンチャ t ズ a というのは日本語で言うと信任状ということですね。信任とは信頼という意味ですね。まあ簡単に言うと。大学を卒業したことで、今の社会の中では、あの、ある程度大卒である、あると、社会からね、周りの人から信頼されるということです。そしてもう一つはステータスですね。このステータスは、 まあ、例えば一流大学に行くと、まあ、他の人と違う、えー、存在、えーまあ、特別な存在そういった、まあ、扱いをされるんですねなので、まあ、例えばこれはプロサッカー選手と一緒ですねプロというステータスがつけばちょっと、えー、普通の人とは違うという、えー、一つのステータスですねが、えー、上がるんです次ですね本来の大学の意味は、えー、v ニ r s シ t y ユニバーシティっていうこと、名前は、まあ、ユニバー e 宇宙から来てますね。昔、まあ、西洋で始まったと言われる大学の存在なんですけれども、ユニバーシティの存在ですね。えー、これは、まあえー、いろいろな優秀な人が西洋から、そして東洋からいろんなところが来て、その人たちが集まっていろんなアイディアをや考え方を共要したということで、まあ、人間の知恵と、えーえー、知識を増やした。 増やすという場ですねというところであったんですね本来は。なのでまあユニバーシティ大学ですね大学では、まあ、世界中から人,人,人々が集まって、えー、交流してそしてまあ個人の、えー、進歩や進化につながるものだと考えられてました。 まあ今の人がなぜ大学に行くのか。まあとりあえず大学に行きなさいっていうふうに教えられると思います。まあこれは非常に多いと思います。これは日本でもそうですし、アメリカでもそうです。アメリカの場合でしたら、えっ、ー、と、30%の高校生は大学に行くらしいですね。 まあもちろん、あの、大学に行く方で明らかなゴールを持っている人たちもいますね。例えば医師になりたいとか、エンジニアになりたいとか、そういう専門的な職業に就く場合は必ず大学に行く必要があるんですね。まあでもそうでもない人はなぜ大学に行くか。まあ就職するときに大学、大卒の方が有利だとか、大学の方が将来もっと稼げるとか、 大学のコネクションは、まあ、役に立つとか、あのー、利己的な、えー、目標がちょっと目立つんですね。まあ、ここでちょっとおかしいのが、今の大学って、その大学に行かないで稼げる方、稼げる方法とか、裕福になる方法とかいっぱいあるんで、あのー、ましてや、まあ、奨学金を借りて、ね、大きなローンを組んで、大学に行く必要があるのかどうか、 まあ、例えばアメリカでは今、大学生時代の奨学金のローンを返すに、返すに、あの、すごく必死になっている人が多くて、あの、まあ、いつ、いつまで経ってもその社会、あの、経済的に自由になれない人が、あの、非常に多くて、まあ、アメリカではすごく、えー、大きな問題になってますし、日本でも、えー、少しずつ問題になってきていると思います。なので、まあ、えー、稼げる方法はあるんですけれども、 まあ大学に行ってローンを組んで、まあ、アメリカでしたら平均がいくらだったかな ?300 万とか、そんな結構な大金で皆さんあの借金をしてるんですね。でまあ、最後に、えーまあ、これは学高校生ですね。高校生でアメリカの大学を、えー、に留学を考えてる子たちには、えーまあ、ゴールを持ちましょうっていうことを伝えたいです。 えー、大学に、えー、留学を決めたら必ず大きなゴールを持ってください、えー。大学での4年間の勉強、経験、そして出会いね。えー、は、まあ、その卒業後、人生に大きな影響を、えー、与えてくれます、えー。もちろんサッカーでプロになるというゴールは持ってもいいです、えー。持つべきではないですけど、持った方がいいと思います。 えーまあ、しかし、現役っていうのはいずれか終わります。あのーまあ、平均が25歳とか言われてます。プロサッカー選手の、えー、キャリアの。まあ、その後何かをし、何をしたいかをしっかり考えて、まあ、大学時代を過ごすのも大切ですしで、僕のケースでしたら僕はコーチ、サッカーコーチになるっていうゴールを大学に入る前からちゃんと持ってました。そして、えー、まああのー プロコーチ、プロの世界でコーチになるんではなくて、大学でもっと教育と育成に特化したアメリカの大学でコーチになるのがいい、えー、僕の夢でした。まあ、僕のゴールですね。で、そのゴールの設定をしたときに大学になぜ行くかというと、えー、大学では心理学を勉強できるということで心理学を勉強しました。まあ、そして、えーまあ、プロサッカー選手になることで、まあそういう、その夢があったことで、 えー、そして、まあ、あの一番高いレベルでサッカーしたことでもっとサッカーの知識が増えると思ったので、えー、っとプロになることを目指しましたで学生の時も,もうただそのゴールがあったのでそれだけに集中して遊びもせずにそれだけに集中して過ごしてましたで今大学を卒業してほぼ10年 ぐらい経つんですけれども、まあ、自分のクラブチームを設立したり,設立したり、まあ、コーチとして、えー、多くの仕事をやって、まあ、あの人々の役に立ってるっていう自覚はしっかりありますなので私はまあ19歳にこのゴールを設定したんですけれども19歳の自分に感謝したいと思います、まあ、だからその17歳18歳の日本の学生さんたちももしアメリカの大学にアメリカの大学に行くんであれば大きなゴールを持って、えー、挑んでください で、このゴールがわからないとか、自分が何,何を勉強したいのかわからない場合は、しっかりしたあのエージェントに相談してください。そして、まあうん、エージェントとともに、えー、大きなゴールに挑んでいきましょう。はい。じゃあ、アメリカの大学に興味ある方は、ぜひ、えー、お問い合わせください。はい。さよなら。